んにちは。ギャラクシー大好き、ギャラクシー青木です。あのですね、久しぶりにギャラクシー買ったんですよ。かっこよすぎじゃない？これわかります？そうです。私が買ったのが、ギャラクシー Z フリップ5のドコモバージョンなので、めちゃめちゃかっこいいロゴが入ってるんですけど、もうこれなんとかしてほしい。ラベンダーカラーです。今回の動画で私は Galaxy Z Flip 5をしばらく使った感想を話していきたいなと思ってて、結構他の YouTuber さんってすぐ紹介してたじゃん。それだとさ、ちゃんと本当にこれいいのかってなんか伝えられないような気がしてて、なので私はあえてもうこれ1ヶ月使ったんで、しばらく使った感想を話していこうと思います。まずこの Galaxy Z というシリーズなんですけど、これはですね、 Galaxy の S シリーズとはまた別の派生したシリーズになってます。Galaxy S シリーズがいわゆるフラッグシップと言われている、これ私が持っている S23 Ultra なんですけど、これが一番 Galaxy シリーズだと最上位モデルと言われている。こんな感じでパッと使えるような最高の端末ですね。 iPhone メインで使ってたんですけど、全然これに変えても何の違和感もなく使えるぐらいすごいいい端末です。じゃあこの Z シリーズってなんだっていうことなんですけど、 S シリーズと同様にフラッグシップのシリーズとなってます。で、今サムスンが主軸として推しているシリーズだそうです。多分今後どんどん折りたたみに展開していくと思うんですけど、ちなみに私は Z シリーズ初めて買いました。私がなんで今回これを買ったかというと、やっと実用的になったかなという、そう判断したんで買いました。ちなみにこの Z フリップ5は折りたたみのシリーズで5世代目です。では今からですね、この折りたたみのスマホを買った理由を3つお話しします。1つ目はようやく実用的になったかなという点です。今までの Z フリップシリーズも折りたたみで開くとすごい使いやすいんですけど、この閉じた時の画面がですね、全然サイズが違うんですよ。ここに小窓みたいな感じになってて、ガラケーのそのサブディスプレイ的な感じをイメージしてもらえると分かりやすいんですけど、おまけ程度みたいな。ただ今回ね、これすごいんですよ。見てください。これね、アプリをいじれんの。この手のひらでアプリが動くんですよ。 YouTube も見れます。これすごくないですか？この画面の大きさちっちゃいんだろうなって思うじゃないですか。でもね、意外とそうでもなくて、私が前使ってたですね、10年前のスマートフォンあるんですけど、これ横に並べるとこんな感じ。これ Nexus 5というやつなんですけど、これですよ。全然変わんなくない？すごくない？これ、なんかさ、最近のスマホってやっぱさ、でかいじゃないですか。でかいじゃん。だからさ、もう手がね、腱鞘になってしまって、それもあってこれを購入したんですけど、これですよ。コメント欄も見れるっていうね、全然 OK じゃんみたいな。これでコメント打ってたりもね、案外ね、打てる。こんなにね、ワクワクさせてくれるようなスマホってほんと久しぶり。これがね、3.6 インチ、3.7 インチかなぐらいのサイズなんですよ。昔の iPhone 4とかだと 4.7 インチでしょ。その感覚で触れちゃうっていうね。開けば 6.7 インチ。超でかい。やばくない？しかも軽いんですよ。これね、180何グラムだと思う。見てください。だってこっちが 6.8 インチの Galaxy S23 Ultra、 こっちが 6.7 インチ。もうほんとね、変わんない。縦画面のサイズ同じで、横幅がちょっと違うだけかなみたいな。なんかこう持ちやすいんですよね。これね、革命ですよね。これ触っててなんか思ったんですよ。懐かしいなみたいな。なんだっけこの感覚って思い出した。これですよ、ゲームボーイアドバンス SP。これ出た時みんなさ、革命じゃなかった？これですよ。サイズ感も、まあ、上に2つではないんですけど、こっちの横幅でかいですけど、昔さ、ゲームボーイアドバンス SP って子供用のポッケとかにさ、普通にスポーンって入るじゃん。これ、入っちゃうんだよね。このサイズ感。私、手のサイズ多分普通だと思うんですけど、こんな感じ。スマホのこの腱鞘炎からの呪縛から解き放たれますよ、これ。では今からですね、悪い点といい点を話していきます。先に悪い点。まずですね、悪い点は一つしかないです。バッテリー持ち。これ今の最近のスマホではバッテリー容量が少ないんですよね。 3800mAh とかかな。だって最近のスマホって5000とかも、ほんとそんぐらいじゃないですか。なのでちょっと心配だなみたいな部分はあって、
ったんですね。確かにバッテリーの減りは早いです、こういう最近のね大容量のスマホと比べると。ただ画面の滑らかさをヌルヌルのモードにしてるからだったんですよ。 120Hz のモードにすると触っててこう滑らかみたいな。でもこの滑らかさって私にとってはそんなに重要じゃなかったんですよね。なので私はこの省電力モードっていうボタンを押しました。それをすると 120Hz から 60Hz に変わります。 iPhone 15のプロシリーズじゃない普通の15モデルも 60Hz とかだったんですよ。 60Hz のモードにしたらめっちゃ持ちました、バッテリー。なんかさ、他のクリエイターさんさ、レビュー動画でバッテリー全然持てないんだよみたいな、そりゃそうだろ、だって発売日の日にレビュー動画出してんだから、そんなん当たり前じゃねえかよって思ってんだけど、私はね1ヶ月使ったからね。ちゃんとね 60Hz のモードでやると、朝家を8時ぐらいに出て夜12時半ぐらいに帰ってきたんですよね。その時にだいたい40から30の間ぐらいだったような気がする。途中でモバイルバッテリーに頼るとかそういうシーンはなかったですよ。しかもその日何をしてたかっていうと、日光に観光行ってたんですよね。いろいろこう撮るわけじゃないですか、観光地なんで。動画も撮ったし写真もいっぱい撮ったし、ナビでこう見るために地図アプリ開いたりとか結構いじったりしてたんですよ。電車の移動中とかも長いからさ、それで 40% ぐらい持ってたんですよ。なんでこんなバッテリー容量少ないフリップ5のバッテリーがこんなに持つかっていうと、新しいチップなんですよ。それがすごいの。スナップドラゴン8 Gen 2 4 Galaxy っていう、ギャラクシーの端末専用にカスタマイズされたチップが入ってんの。なのですごい最適化されてめちゃめちゃ持つ。これ同じやつ入ってるんですけど2日以上持ちますね。私の使い方だと2日ぐらい持つ。これが1日ちょっと持つって感じだから、ずっとねギャラクシーと iPhone どっちもこう2台持ちで持ってたんですけど、やっぱり iPhone の方が全然いいんですよ。今撮ってるカメラ iPhone なんですけど、 iPhone の方がやっぱバッテリーはすごい安心できるんですけど、今ね変わらない、同じ。悪い点って言いましたけど、 120Hz にしちゃうとバッテリー持ちは不安になっちゃうよぐらいです。それぐらいすごい。あ、でもなんかね、折りたたみスマホ特有のそのシワ、これ嫌だねみたいな言う方結構多いんですよ。そんな気にならないけどな、こうやって折るとね目立つかもしれないけど、気になるかな。気にならないよね、特に使ってると余計気にならないですよ。確かにこの真ん中をスワイプした時は軽いくぼみみたいなのがあるんで、ちょっとくぼんでんなーみたいな思いますけど、全くもう慣れですよ。次はいい点ですね。やっぱりこのカバーディスプレイですね。アプリこういろいろ触れちゃうんですよ。特にさ、電車の中とかやっぱでかい画面でさ、こう見てると、なんだろう、まあ、自意識過剰なんかもしれないけど、見られてんじゃないのみたいな、なんかやましいものないかなーみたいなさ、こう気になる時あるじゃないですか。そういう時はこう閉じてね、このちっちゃい方の画面で騙しいもの見ちゃえば結果オーライなんじゃないのみたいな、このちっちゃい画面だったらね、もう私も見れないですからね。もうこれでね X ビデオとか見放題ですよ。ふざけんな。次のいいところ、スタンド機能です。え、何それみたいな思うじゃん。他のさ、スマホってさ、後ろにさ、リングとかつけてさ、こう立てかけたりするじゃないですか。それでスタンドみたいな。何世紀前の話なのかなみたいな。これはですね、セルフスタンディング機能ありますからね。そんな名前ないけどね。パッ、これですよ。動画見てるじゃないですか。これを折ります。すごくないこれ。専用のなんか画面みたいに出てくるんですよ。こうやって。再生バーみたいな。これやばくない？これはすごい。ツイッターでね、キスケガジェットの本音さんっていう方が、ギャラクシー Z フリップ×有線イヤホン、この可愛さ伝わってほしいみたいな。ちょっとね、こう、オールドスタイルな感じにタイムスリップしたような、そういう楽しさがあるんですよね。これいいですよね。この使い方私もしたいなと思って。MD ウォークマンみたいなさ、なんか私の世代だったらわかると思うんですけど、ちょっとタイムスリップしたような、こう閉じてる時はなんか懐かしさをこう感じれるっていうね。開くと、今にやってきたみたいな。この後ですね、お見せするんですけど、この Galaxy Z Flip の最大の利点、この外側のカバーディスプレイを使った自撮りができるんです。スマホのカメラって、このね、中のインカメよりも、ここなんですよ。やっぱこの外側のカメラの方が綺麗じゃないですか。これでね、自撮りができるんですよ。こうやってね。めっちゃ肉汁が出てきた。これすごくね。スマホをさ、自撮りしてる時ってちょっとやっぱ周囲の目気になるじゃないですか。これ手のひらでこうやって収まっちゃうから、なんか、何持ってんだろあの人みたいな。これいいですよね。こう撮れちゃうの。じゃあ朝暮れをどうぞ。
ちゃくちゃ綺麗ですよね。カメラ全然綺麗でしょ。全く私不満ないよ、このカメラ。まあ望遠の機能は少し S シリーズに比べて劣るんですけども、そんな日常のシーンで望遠って使うかなみたいな。だから全然私はいいと思ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。久しぶりのねガジェットレビューだったんで、ちょっと私もねなんか感覚が分かんなくなっちゃって、どういう風に動画作ったらいいか、もうぐちゃぐちゃのね構成になってるかもしれないんですけど、最後まで見てくださった方本当にありがとうございました。またですね、なんかこういうスマホのレビューとかもやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録評価お願いします。あと各 SNS も画面の下にありますので、フォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。届いておく。